はい、どうもデラキノスです。さあ、ウルトラマンアーク。いや、もうちょっと今日の回濃かったねっていう話は、ちょっと一旦置いておきまして、今日のウルトラマンアークでですね、まあいろんな謎が分かったり、あとはオープニングも2番になり、エンディングも新しくなりました。いよいよウルトラマンアーク後半戦というところで、オープニングでなんと、また新たな怪獣たちが、ということで、声出しちゃった。まず、うわーって言っちゃった。キングオブはい、ということで、キングオブモンス、まさかのウルトラマンアーク登場おめでとうキングオブモンスまずさ、キングオブモンスって言ったらですよ、まさにウルトラマンアークと似てますよね。僕が考えた最強ヒーロー、僕が考えた最強怪獣っていうところで、ウルトラマンガイアでね、その赤い玉が出てきて、そのヒロシ君っていう少年がですね、怪獣を作ったわけなんですけど、その怪獣がキングオブモンスですよ。ウルトラマンアークもね、ユーマ君が子供の頃に描いた最強のヒーローだっつって、ね、ウルトラマンアーク生まれたわけですけど、通ずるわけですよね。このさ、想像力から生まれたアークとキングオブモンスが戦うって、これテレビでやっちゃうんだーっていう、やってもヒーローショーかなーとか思ったんですよ。キングぶっちゃけちょっとないんかなと思ってたんで嬉しいね嬉しいで前回やっぱさ去年のブレイザーでガイア怪獣がさ出てくるっていうことがやっぱなかったからトリガーでさキリエロイド出てきたりデッカーでまあモンスターガーなりあとまあ新種のねスフィアってことで出てきたりとかまあティガダイナ怪獣が出てきたっていうことはあったんだけどブレイザーはニュージェネガイアじゃないからそのガイア怪獣が出てくるってことがなかったじゃないでさ今回のアークでさやるんだやっちゃうんだアチャーパーっていうところで嬉しいですよねでさこのキングオブモンスのスーツね僕生で見てるんですよつぶらコンベンションの2024ですか、そこでですね、ウルトラマンガイアの25周年のイベント行きましてそこでキングオブモンスがね出てきたんですよ新造されたねキングオブモンスが、ウルトラマンガイアスーパースプリングバージョンとティガとダイナと戦ったわけですよこのキングオブモンスすっごいかっこよくて、もう羽のボリュームすっごいでかいし、でも背丈もでかいんですよ。造形もいいし、単なるアトラク用じゃない、本当に本編用で出せるレベルの造形だったから、うわぁ、これ映像で見てよって思ってたんですよ。ただやっぱりさ、キングオブモンス出すっていうのは、テレビで出すっていうのはなかなか想像できなかったから、ギャラファイとかで出てくれたら、御の字だなーって思ってたんですよ。そしたらさ、アークでさ、出しちゃうんだ出しちゃうんだ出しちゃうんだねどうやって出るのかなでも、どうやって出るんだろうヒロシ君が、アークの世界に行くのかな。まあ、それは絶対ないね。ひろしくん大人だしね。もう絶対大人になってるしね。ちょっとまあちょっとキングオブモンスがどういった形で本編に絡んでくるのか、どういった形で出てくるのかっていうのが、正直皆目見当つかないんだけど、ただね、このキングオブモンスがね、見れるんだってね、あまりに嬉しすぎるんだよね。すごいね、アーツ、あ、そっか、アーツ出るってことはさ、もちろんガイアと戦わせて、でもいいけど、アークと戦わせてもいいんだ。うわ、これ熱いな。いやー、このキングモンスのスーツめちゃくちゃかっこよかったですよねー。ほん、オープニング見てて声出しちゃった。キングモンス声出しちゃった。あー、一人で声出しちゃった。いやー、熱い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 。ということで、まず一体、キングオブモンスがね、登場ということで、嬉しい。おめでとうございます。続きまして、じゃーん三本角、ディゲロス、モノゲロスやっぱり来るんだいや、サフミのギミックは、まあ、多分来るんちゃうかなと思ってたけど、やっぱ来るんだ三本ゲロス。何ゲロス三本角ゲロスは何ゲロスですかねこのさ、ディゲロス、モノゲロスに関してもさ、今回、ここ情報が分かったじゃないですか。ああ、その、ルティオンの星の、怪獣だったんだね。その、ルティオンを追ってとしてね、やってきた怪獣だったんだね。いや、ルティオンさ、ああいった経緯で来たんだっていうのも全部教えてくれたし、なんかもう、後ずさりなく、全部教えてくれたから、すっきりしたし、なんか、可愛い絵柄でさ、劇場のスクリーンでさ、投影してさ、見せてくれてたり、アークが劇場の座席でちょこんと座ってるのが、すごいかっこよくて、かっこよくてってか、可愛くて、可愛くて、話すげえ。はあ、なるほどな、そうだったんだ、っ
って思ってる中、絵柄がなんかちょっと面白い感じになってて脳みそバグりそうでしたね。あのシーン好きだなぁ。まあでもちょっとルティオンに関してもね、ディグロスに関してもやっぱ謎が一つ解けたっていうところでかなりスッキリしましたし、ルティオンさすごいさ律儀な人ですごい好きになった。うん。でも声がいいっすね。あの優しい声が僕めちゃくちゃ好きですね。ということで3本ズのゲロスでした。続きましてジャント、いやこの子もまた面白いトンチキな形の怪獣が来ましたね。なんだろう、僕ちょっとこれパッと見て思ったのはアンチマター、ウルトラマンガイアに出てきたアンチマターな雰囲気を少し感じましたね。アンチマターってさ、そもそもペスターオマージュの怪獣だったじゃないですか。まあ、ただ今回そのね、新怪獣は、そのペスター的な感じで、その二人のアクターさんが入る系じゃないんだけど、ちょっとこの形とか、なんか平べったそうな感じとか、ちょっとそのペスターとか、アンチマターの雰囲気というか、香りというか、スパイスというか、そういうのを感じて、なかなか面白いデザインですよね。なんかこう、アシンメトリーでなんか赤いジャーってなってるデザインとかも面白いですし、ちょっとこう顔つきなんかはあのブレーザーに出てきたゲバルガチックななんか目つきというか、この辺もねいいですね。あ、なんかこっちにも顔がついてんのかな。あ、なんか顔がチュンついてんのかな。なんか面白いデザインしてるな。なんかこのいい意味でトンチキな雰囲気がいいですね。ちょっとこの子早く気になりますね。見たいですね。そして、今回登場いたしましたザディーメですね。ザディーメね、今回頑張って活躍してましたけど、グランドキングにブルトンを足して、ビルガモのスパイスをパパッとかけたような雰囲気があって、とてもいい怪獣でしたね。丸っこい感じと、なんか目つきが双眼鏡みたいな感じで、ちょっと一見可愛らしさもあって、あと、お手手なんかもさ、なんか Z2 代目な雰囲気があって、すごい可愛らしいシルエットじゃないですか。ただ結構、ね、実力的にやったら強そうだし、透明になれるっていうのも結構厄介そうですよね。だから結構実力的にはかなり高そうな怪獣なんですけど、やっぱいかんせん今回のウルトラマンアークがね、もう体力消耗をしきっちゃってましたから、そういったところで互角に戦いきれなかったっていうのはありますよね。ただやっぱり次回も登場しますし、次回ねアークがね、あの新しいね鎧をつけて戦うわけですから、やっぱりこう頑張って、ね、ザリーメ君にもね戦ってほしいですよね。めちゃくちゃね顔がね可愛くてね、丸っこい感じのシルエットがね好みですね。ただ案外やっぱこういった一見強そうに見えない可愛らしそうなシルエットに限って強いっていうのはやっぱウルトラのね定石ですから、これはちょっとウルトラマーク次回気をつけていただきたいですね。という感じで新怪獣でした。いやーちょっとねキングボンスびっくりでしたし、この三本ゲロスね、三本ゲロスの活躍も早く見たいですね。うーん、てな感じでウルトラマンアーク後半戦、いやー面白くなってまいりました。あとエンディング僕めちゃくちゃ好みでしたね。後期エンディングすごい好み、満ち欠けでしたっけ、すごい好みでしたね。あれも多分今後配信されるでしょう、 CD も発売するでしょうから、ちょっと楽しみにしたいなと思いますし、いやーアークのこれから楽しみですね。あと今日の MVP として、まあアークがあの劇場の座席でちょこんと座ってるところも可愛かったんですけど、今日の MVP はユーマくんからバックハグ、ユーマくんからウルトラハグするっていう、あそこのシーンがとても好きでした。はい、ということで、下の概要欄ですね、ウルトラマンアーク、YouTube リンク貼っておくので、多分この動画見た方はもう見たと思いますけど、もう一回見てください。ということで、以上、デラキラスでした。それでは、バイバイ。